サンミックス MP 法は、輸食の治療法の一つである。病巣無菌化組織修復療法や、病巣無菌化組織修復療法サンミックス MP 療法、サンミックス MP 療法などとも呼ばれる。細菌を殺す3種の抗菌剤と、マクロゴルプロピレングリコールの難航を混合する、ことからこの名がついた。新潟大学教授の星野悦郎の研究によって、病巣の無菌化が成功し、 宮城県仙台市の司会市である、拓重とヨヒコが確立した、とされている。サンミックス法の開発者である岩木正明は、自身の講演を聞いた、拓重とヨヒコが、サンミックスを混ぜる材料 MP の名前を付けて、開発者と称しているのみであると主張している。現在までに安全性、有効性等は確かめられていない。一般に、 輸食の治療においては細菌に侵され変色した組織をタービンドリル等で完全に切削し樹脂などを使って該当部分を修復する方法が用いられている。しかし、切削のみでは破湿内の細菌を完全に除去できないという議論もある。もし感染した破湿が残存していると歯髄炎などを引き起こす可能性もある。また、輸食が増下室に及ぶと 内部の増下細管を通して痛みが伝わる。そのため、この部分を削るためには麻酔が必要となる。また右、右食がさらに深く髄に及ぶ場合、髄を除去して根幹内を消毒しなくてはならない。このような処置にも麻酔が必要な場合が多く、全身疾患を抱える高齢者などの場合、治療上の問題となることもある。そこで、 なるべく歯を削らずに右食を引き起こす細菌を殺菌し、歯髄の持つ本来の自己回復能力を活かした治療法として、本法が考案された。感染していても生きている増下質を削らずに残すため麻酔を行うことはない。また、ある程度進行した右食でも歯髄を保存できる場合もある。切削するのをエナメル質と細菌に侵されてエ死した増下質のみに留めれば、 無麻酔で切削しても、激痛を伴わない場合もある。ただし、無菌処置を行っても失われたエナメル質や、造下質が、輸植の前の状態に戻るわけではないので、あくまでしばらく間的な保存方法であり、最終処置としては従来通りの樹脂等による重点が、必要である。またすべての症例に適応できるわけではなく、厳密に判断していくと症例が絞られてくる。 さらにこの方法は人体に対して薬剤を用いるのに要求される治験等の段階を経ておらず当然保険適用外であり一般的な治療法としては容認されていないサンミックス MP 法は次の方法で行われる有利エナメル質を除去する汚色部分を12%エドタで消毒し水分を除去するサンミックス MP 薬剤を塗布し セメントで理想。接着性のセメントで充填、残存する感染増下室の細菌は薬剤が殺菌するのを期待して残す。経過観察。症状が警戒しない場合は通常の術式に従って抜随になる場合もある。本来の輸食の治療法は削除した上で詰めるであり、本法ではこれから大きく逸脱するので、当初、学会からの反発は大きかったが、 卓獣をはじめとする、歯科医師によって全国に普及していく途上にあると、開発者らは述べている。しかし、日本歯科保存学会は、その公式見解において、安全性と有効性に関する高いレベルの科学的根拠が示されていないことから、高いレベルの科学的根拠が蓄積されるまでは3、ミックス MP 法を保存領域に応用する治療法として容認する。 ことが難しいとしている。薬剤の使用に際しては、基礎研究、非臨床研究、試験の段階を経た上で、実際の治療に用いられるべきであるが、サンミックス MP については、その一部が行われているのみであり、有効性は、愚か安全性についても確認されているとは言えない。同様の治療コンセプトを持つ治療法としては、ヒールオゾン、ドックベストセメントがある。 サンミックス MP 法が薬物で殺菌無菌化を行うのに対し、ヒーリオゾンはオゾンに、ドックベストセメントは同イオンにより無菌化を行う。ありがとうございます。